今はいっぱいな、そんな橋本でございます。はい、すいません、明日も早いんでマジでもうただちょっとだけ喋りたかった。もうなんかこの気持ちをみんなに早く届けたいって思ったって感じなので、本当もうすぐ終わるんですけどそんな感じでした。本当に一緒にね、いっぱいいろんな曲披露できて、チーム系時代から一緒にいっぱいいろんな曲披露できて、一緒にいっぱい楽しいことができて、すごく良かったなって思いました。明日もちょっと朝早くて夜ちょっとそんなに時間が読めない感じなので、そうですね、ちょっと多分配信するのも夜遅くなるんじゃないかなっていうのは思っているんですけど、また見ていただけたらいいなと思います。明日は配信夜遅いです。ごめんなさい、本当にすみません。そう、ありがとう。今日もすごく楽しい公演で、なんかめぐみんの卒業ブロックみたいなのを見てて、引っ越しましたはちょっとね寂しいかな、しんみりだなみたいな感じはあったけど、でもなんか最後までアイドルだなって思いましたね。初日やってたりとか、君のことが好きだからやってたりとか、そういうのを見て、わあ最後までアイドルで、こんなアイドルを応援できて、推しを応援できて、なんてこのファンの方々は幸せなんだろうって思いましたね。はい、もう初日の時の皆さんがなんか、皆さんの脇感というか、うおーみたいな感じがすごい可愛いなと思ってそうで、めぐみんが引っ越しましたって言った時のおーみたいな、なんかそういう声とかもすごい可愛いなと思って、みんな可愛いなって思いながら見てました。楽屋でもちゃんと私たちめぐみんパンチでやられましたので、はい、偉い。そんな感じです。ということで、以上ですはい、久しぶりに今日はオカリナと喋れて嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、それではこんな感じで終わりたいと思います。また明日ね、いろんな話しましょう。ちょっと本当明日朝早いんで本当にごめんなさい。もうすぐお風呂入ってすぐに寝たい、そんな気持ちでいっぱいでございます。本当にすみません。頑張って頑張って明日起きれるように頑張りたいと思います。また雫公演も26日にあったりとかするので、またぜひ皆さん入ってください。よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。ありがとうございました。ごめんね、こんな短い配信で。ありがとうございました。また明日いっぱい喋る。夜多分ちょっと短くたらごめんだけど、ちょっとこれから先はちょっともしかしたら短時間配信とかもね続いていくかもしれないんですけど、その時はすいません。ぜひ見てください。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ、お風呂入ります。バイバーイ。